Welcome to Kyoto, Welcome to 夢屋八幡 TV。 本日もですね、歴史について語ってまいります。本日はですね、最終的に武徳伝へ行こうと思いまして、出ましてですね、最終的には武徳伝を散策をしたんですが、その前に鴨川の土手を走りましてですね、土手を走りましてですね、丸田町の通り出ましたらですね、皇后杯全国女子駅伝に出くわしましたんで、散策ビデオを上げさせていただいた次第です。その前にはですね、ちょっとここから富士見の稲荷さんの横に行きましてですね、ヤタガラスと会ってちょっと話してきました。体もちょっと酒飴を持ってますんで、甘泣きをいただきましてですね、こう買わせていただいてですね、話してきました。やはり、石川の能登の地震は人工地震のようですね。困ったもんです。それと秋篠宮は早やってまえ言うときました。王室の血は流れてません、彼には。それと美智子皇后は CIA の手先です。上皇陛下も必死で言いなりになっているようですけれども、最終的には今令和の皇室に変わりましたんですね。これまあ成功ですわ。あとは愛子内親王に後を継ぐような手配をすればそれで OK ですね。秋人のあれ何、何や久人、まあダメですからね。でそれを擁護してるあの落合幹事さんいうのはもうわしあかんですよ。会長の皆さんね、あらもん付きを取ったらもう相手されへんなりますよ。今日も言うてきましたもん、わしほんまもんかあれ言って、さあ分かりませんわ言うとったけどね、ヤタガラスですからね。でしょもないなんか右翼のなんやつちゃいますよ、あの篠原丈一郎言うてるようなあの塾長さんとはほんまに言ってまうからね、戸籍ないですからね。まあ以上です。それでですね、丸田町からこう岡崎のところに武徳伝というのがありましてですね、これ大日本武徳会というのは最終的にですね、明治28年ですか、1895年にできたようですが、この御所にあったですね、代理から持ってきたのがこの道場というか天覧道場ですね。これが武徳伝ということでですね、で最終的に全国組織になりまして、日本ですね、で台湾や中国や韓国にもあったようです。ですが戦後 GHQ により解体されたということでしょうね。で今も海外の武道ファンなんかが訪れるスポットでありましてですね、本日もですね、散策終わった後ちょっとトイレ行きましたらですね、オーストラリアの方と話できました。で武道好きですか言うたら、なんかオーストラリアでですね2軒空手の道場してるらしいです。剛柔流さんなんや言ってます。ようそんなんで道場するな思いますけど、まあ なんでもありなんでしょうね。今時私は極真空手してる時は道場破り来るよ、道場破り来るよって、それ記述できるかっていうふうに育てられましたんで、私はですねもう一切そういうことしたくないです。で言わんやなりわいにするなんていうのはもうややこしいです。私はそれは武道をなりわいにしたことはありません。ボクシングのマネージャーしてる時も1円も戻ってません。まあまあ以上ですね、というスポットであるということです。で散策でなんかもうチャンバラやるのやってます。まあまあまあ、嘘ですわね、教えるのね。ほんまに居合抜きっていうのはものすごい厳しいですよ。真剣抜くっていうのはですね、大変なことです。もうちょっと当たったらもうそれでえらいことになりますからね。そんで、こう、チャンバラ映画でやってるように混乱して消えませんからね。でガチンガチンってやられたらもうそれで歯を折れてまうやないですか。生死かかってるんです、武道というのは。それをよく分かっていただきたいと思います。で、まあ、
最終的には柔道ですね。昨日も申しました、井川君と2人で本場の柔道を一回やってみようということを言ってますんで、それで動いている次第です。で、本来の古武道というのはですね、これユダヤのカバラの理論が裏にあるんですわ。ですから、塩田剛造さんとかあれ投げ飛ばすのは、要するにユダヤのカバラの理論なんですよ。で、こう上島森平さんなんかこう棒を持ってですね、3回回しますわ。これで耳巻き反です。要するに竜が蛇が耳巻き反するのはカバラの理論ですからね。いつも言ってます、波切不動堂の中にあります蛇の絵があります。これも耳巻き反やね言って、アドケの方に言うたらそうや言ってましたから、同じです。要するに、セフィロトですね、セフィロトをこう回っていくんですから、その理論でああいう風にして、昨日も申しました三船久蔵さんとかですね、上芝森平さん、これと塩田剛造さん、その理論を体得したわけです。だから達人しかできないですね、ああいうことはね。で、今の柔道のように力ずくでいくのは、まあそれは若い時しかできないですよね、ああいうことはね。でも、ちょっとは近づけると思います。で、もともとは、和歌山の奥のです、この上島森江さんは和歌山の出ですからね。和歌山の田辺の出ですんで、それで、九上新流を、九上ですね、出口ワニサブローさんいうのは、京都の綾部の奥いうのは、これ、久木家が領地を変えられて向こうに行った時に出ようということなんです。ここの九上新流のですね、その理論を知ってたからこういうことができたんです。武田総閣さんですかね、大統領なんかも多分その大統領というのは、源氏のですね、流れですんで、武田源氏にもそういう教えが入ってないと思います。あれは武田源氏ですから、新田三郎の流れですんでね、そういうことが分かってて、だからこの裏にはユダヤのカバラがあってですね、その流れを継いでるのは南朝だということです。南朝の流れです。これ全部後醍醐天皇の森永氏のなんかの通り道をつけたのは、ここの久木家です。久神と、この上を取って神になります、鬼がですね、ということなんですね。で、安江邦夫さんなんかもこれ兄弟というのは意味がありますからね。いや、だからその隠れ場ですね。それで、物理学者であって合気道なんかもやってられましてですね、イエス・キリストの合気道やと、これ同じですからね。これイエス・キリストはカバリストです。カバラをこう一神教やいうの違ういうて、父と子と精霊やいうのも同じですわね。雨の皆かのし高み結び神結びと、これを出したのがイエス・キリストですんでね、それの流れやっていうのはこれ正しいということなんです。ですから力ずくでいくんじゃないというのは、理論はですね、こういうユダヤのカバラの流れ理論を分からなければできないですね。そんな簡単なことなんです。まず力抜くことです。力抜くことから始めなきゃいけない。もうガチーンって言ったらもう絶対ダメですよね。石井聡ですか、あなんかとかクロアチアかなんかいてミルコかなんかに教えてもらうとか、あボクシング見ました、あれも4回戦以下ですわ。あれは力抜かないボクシングできないんですよ。どないしてこれ逃げれるんですか、それこの力入れとって。柔道も同じや思います。で、今の柔道はそら一瞬では強いかもしれませんけど、あの長年できませんよ、ああいうことしとったらね。まあということなんですね。これがそれで本日はですね、
いろいろありまして、私も変わり者やないや言われますけど、これも私マイウェイです。本日は歌わせていただきます。また、うまいこと歌えるか知りませんけどね。マイウェイですよ、マイウェイ。フランク・シナトラ、ポール・アンカーですね。これ、もともとシャンソンです、これは。コム・ダ・ビチュール。それをポール・アンカーが英語の詞をつけたいことですね。日本語で言うことでも、ほら、意味わかりませんで。と思いましてですね、私、うまいこと歌えるかわかりませんけど、今日はちょっと歌わせていただきます。And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend, I say clear, I state my case, of which my certain, I've lived a life that through I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regret, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I have to do, and so it's through, without exemption. I plan each chapter course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there are times I'm sure you knew what I'd be of, more than I could choose. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved and cried, I've had my fill, my share of bruising, and now my tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, knowing my shy way, oh no, no me, I did it my way. For what did that man, what he got? If not himself, then he had not to say the thing he truly feel, and not the words of one who knew. The records has shown I took the blow and did it my way. The records show I took the blow and I did it my way. エルヴィス・プレスリーのパターンですね。最後、Yes, it was my way というのパターンを、なんか、バースの経験ができませんので、失礼いたしました。まあ、曲がりにも歌えたんかなと思いますけどね。これ、いや、書いてますようにですね、何もせえへんかったら、お前何もしたんって、失敗もせえへんやつはどうもならんのですわ、はっきり言うて。生きててもしゃあない思いますよ、私は。はっきり言うて。いっぱいやってきましたわね。私、フランク・シナトラのように有名ではありませんが、やってきたことはほとんど変わらないと思います。最後には面白いなかったなと思ってますもんね。石原裕次郎さんの我が人生に悔いはないっていうのをたまに聞きます。私も65なんで、もう悔いはないですけどね、好きなことやっても死んでいこう思っております。これから大変ですよ。やだからもう話してきましたけれども、もう止めんでええわ言うて、もう止めるつもりないと思います。
東京には大変な災害が来ると思いますんで、天皇陛下は京都に帰られると私は思っております。近々、やと思いますよ。今年中に大変な災害が起こると思います。皆さんも気をつけてください。私はいつ死んでも結構です。本日はここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。チャンネル登録全然増えません。まあできたらよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。